馬いやこれがじゃないちゃんと仕切ったのにどうぞゆうすけがレーガンですよね。くらいやがれ、はい、レイガーこれスーファミ版の声ですけど声違うんです。桑原がこういうやつです何ですかそれ。こういうやつをさすまたで相手をガシャーンヒエイやクラマをガシャーンって拘束するやつ。光のこういうやつです。あれですね、敵が使ってた木刀の先っぽ使って。あ、そうだそうだそうだ、はい、思い出しました。思い出しました。あれで霊力を高めることによって初めて霊剣が出るっていう。あ、そういう仕組みだったのか。霊剣って今俺が言いました。霊剣あれひょっとして作中で名前出てこない？いや、霊剣です。霊剣合ってる合ってる合ってる。あの呼び込んでからやってもらっていいですか？意味不明なんで。しょうがない。だって今までその年末まで桑原さんが初めの一歩を見たで大騒ぎしてるのに、楽しかった。年明けてみたら誘惑見始めたって言うんだから騒いじゃいますよ。はい、じゃあご挨拶お願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、桑原ゆうきです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。そして、青木ゆばです。よろしくお願いいたします。ね、この番組は HGA 文庫、HGA ノベルス、コミックファイヤーのレーベル、そしてテレビアニメ作品を盛り上げるための生配信番組となっております。よろしくお願いいたします。お願いします。明けましておめでとうございますって言いました。言いました。めでたいですね。青木さんの説明にかぶせてなんですか、時間を短縮したんですかHGA ノベルスとか HGA 文庫の話をしてると同時に明けましておめでとうございますすっ飛ばしましたけれども、ね、今年1回目の HGA おしゃ本でございますけれども、そうですよ。いかがでしたか、年末年始は。いや、私は実家に帰ったりして、うん、ちょうどそのタイミングであの自分がナレーションをしている長崎の特番みたいな、うん、マジラブさんが出演されている番組があって、それの再放送があって、はいはいはい、本放送は家族は見てくれてたんですけど、うんうんうん、あの一緒に見ることができて家族で、なんというほっこりエピソード。めちゃくちゃ楽しかったです。故郷に錦織館ね、うん、娘が働いてるぞ、こうやってこうナレーションとかでっていうのをみんなで見れるっていう。そうですそうです、声が全然違うねみたいな実家だな、なんか実家っぽい会話っすね、なんかね。そうですそうです、うんうん、なんかいろいろ食べたりしながら見まして、すごく楽しかったんですけど、うんうん、いい青木さんは、いいな青木さんはいかがお過ごしでしたか。お正月、まあ、年末すごい忙しく働いて、はい、お正月、2泊の旅行に犬を連れて、犬と泊まれるホテルに出かける、一泊もしてない1日目の夕方で、千葉のドッグランで腰が壊れまして、そのまま大平原に倒れ込み、救急車で運ばれて2泊入院するというお正月でございました。あ、大変、イエーイ。詳しくはいろんな番組で他でも話してるんですよ、割愛させていただきます。もうその後も風邪もひいたし腰もぐちゃぐちゃです。いや、全部がまだ6割ぐらいしか治ってないし、そう、はい、なんかあの X を見た時に、はい、青木さんが体調崩されてるんだろうなっていう、うん、明けましておめでとうございますって言って俺点滴の写真あげてましたもんねだからうわ、なんかちょっとだけ体調崩されたのかなと思って、はいはいはい、今日来てみたら、はい、思ったよりそうてか青木さんそんなに大変だったの？想像よりちゃんと壊れてたでしょ、僕が。壊れてましたよ。そうそう、先ほどね、楽屋の方であのメイクを僕がされながらですね、20分間にわたる正月しんどかったトークショーの方を開催させていただきまして足りないぐらいでしたよ、それでも。ダイジェスト版でしたか。ダイジェストでそれかっていう感じでしたよ、うんうん、今日は大船に乗ったつもり。そう、任せちゃっていいんですよね。皆さん気づきましたが、位置が私が司会者、はい、そうですよね、はい、ここを牛耳ることに。司会の経験は？司会の経験数えるほどはありますよね。ありますね、ありますね、ありますね。いろんな女性声優さんをですよね、まとめて分回し、分回し桑原御殿、はい。さあ、その時はコーナーがいろいろあって、うん、こう細かくこう台本がありましたけど、この番組ずっとこのスタイルをやらせていただいているの で、ね、その必要なオープニングとエンディング以外はペライチでトークゾーンが始まったらもう次の段階のところにはさということで、そろそろエンディングですかねって書いてある逆に何やればいいんだどうしたらいいんだっていう。そうそうそう、事前に僕がいつもそっちに座ってあの本を取るじゃないですか、はい、この動きが危ないのではないかというホビージャパン側のお心遣いでですね、結構ひねりますからね、はいはいはい、星がということで、なのでちょっとひねりを担当していただきまして、任してください、ひねりまくり、ノールックでいきます、ノールックでいかなくて別に任してください、はい、ということでございまして、この夫人で今日も頑張っていきたいんですけども、はい、改めてですね、番組の天の声的なあの人にも登場してもらいましょう。みんなもコメント欄で一緒に読みましょうね、はい、せーの、村上氏。はい、皆さんこんばんは、ホビージャパン村上です。よろしくお願いします。ちょっと出てきちゃった誘惑なら誰好き？誘惑は、けどカイレンかな。カイレン？どういうチョイスなんだよ。敵ですか？いや、ちょっとなんかその
ここあれですね、オタクとしてちょっとあのみんな知らなそうなやつ言おうかなと思って渋み出しておいた、はい、渋みのキャラなんですね。そうでもあの頃男の子はみんなヒエになりたかったから、なりたかった、なりたかった、なりたかった、そうですね、なんかヒエみたいなのがかっこいいみたいなところはやっぱありましたよね。 その実際には今の表現では異なるけども、うん、いわゆる邪気眼的なもののなんか発端になってそうな気がする。まあなんかあれですね、包帯を巻いていて それで抑えないと、そのなんかこう影的なものが出てくるみたいなのは、なんかね、そうあの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 あれの現象が原点にして頂点。そうですね。原点にして頂点。なんかあの桑原さん今ちょっと若干途中だと思うんですけど、これから先見ていただくとこれやんってあると思うんで。桑原さんの誘惑の世界は今何が起きてるんですか。今はみんなが天井をこうやって、うん、あの目玉のやつが出てきて全員が押しつぶされそうになってて、はい、であれだよレバーがある、レバーがあって、あそこだ、ヒエお前が行けっていうところ、ピンポイントで、ね、ピンポイントですげえ面白いくだりじゃないですか。であれヒエが裏切るかもしれないみたいな、あの瞬間ですよね。一瞬ちょっと長かったからその裏切るかどうか、このレバーを持ってる状態でねアクションひれーみたいな、あの下りね。そう、その2024年に今あそこいるんですか。まだ全然強大な敵とか出てきてないじゃないですか。出てきてないのかな。でもなんか粒立ち敵は4人ぐらいいると聞いて。粒立ち敵が4人ぐらい。はい、あの岩みたいな人と、うん、獣みたいな人が今出てきているところ。あ、姿勢獣だ姿勢獣だ白虎と玄武だ、名前だ、そうだそうだ、わかるわかる、はいはい、あの桑原と白虎がなんかその溶岩みたいな、ね、そうまさにそういうあたりなんですけど、その時に白虎がすごいなんかあの9メートルぐらいだからその飛んでみろ、そのお前がカール・ルイスよりも飛べるならなみたいな意外と人類の世界記録とかに詳しいっていう。そうですね、意外と詳しいし、あのちゃんと言ってくれるっていうね、俗っぽいところ見せてくれるっていう、ギャップの萌えポイント、萌えポイント、うわテンション上がるわ、来月以降もっと偉いことになってるかもしれません。そうですね、桑原さんが見進めることに、来月はちょっとあの誘惑スペシャルの可能性あるだってこれからだって暗黒武術会始まるわけですよ。そうなんだよ、そうまだだって姿勢重演だから、おのおのの必殺技とかも全然出てこない。そうっすよ、その話を始まる前にしてて、ね、この僕とのつながるわけで、霊剣がね出てくる、ずっと少し長い棒を持ってんだよな桑原さんが、ね、やってたんですけど、でもお二人がこんなにいつも初めの一歩の時もそうでしたけど、全力で返してくださるから楽しくなっちゃうチョイス間違ってなかった確かに確かに、そうですね、的確すぎるな、その我々に刺さるチョイスがねすごい嬉しいです。ということで今日はそれを抑えながらもですね、抑えながらも、ホビージャパンの作品を紹介していこうと思っております。頑張っていきましょう。よろしくお願いします、うん、はい、ということでね、はい、生配信中もですね X だったりとか、YouTube のコメントなんかも見させていただいておりますので、はい、皆さんぜひコメントいただければと思います。ありがとうございます。コメントお願いします。みんながもう誘惑の思い出を書いている、まあ、みんなもやっぱ好きですよね。けど意外となんかカイレン伝わってますね。よかったよかった、伝わってますねっていうキャラなんですか。そう、あの結構ギリギリぐらいですよね、うん、へえ、マニアックな感じ。あと演技ね、あ演技ね、渋い渋めのところ、好きなんだ、渋いな演技けど、なんかだいぶ終盤ですけどね。そう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 、もちろんネタバレになっちゃうから詳しくは言わないけど、そうそうそう、あの終盤も含めてなんかいい空気けど、なんか演技は知らないかもしれないですけど、演技出てきた後のコマのやつは知ってるから、ミームになってるから。そうなんだ何の番組なんだよずっと誘惑思い出トークまだ見てない人、お前絶対このその後の方が絶対どんどん面白くなっていくから、そう安心してください。まだ楽しいんですか。うなぎ登り的にも、いやけどリアルにあと2回編集を残してるって言っても過言ではない。ご期待ください。すごい人生が楽しくなりますね、うん、俺の分まで人生を楽しんでください。ちょっと待って悲しい、いなくなるかのような、俺はちょっともう人生楽しめないような体の状態なので。1月はだからもう捨てたとおっしゃっていたので、はい、1月を僕は捨てました。2月からが本番だということで、はい、来月2月のお写本があった時には僕みんなに明けましておめでとうございますって言うと思う今日の記憶もなくなっちゃうと思う。この回はなかったことにありがとう桑原さん、村上氏楽しかったよ。消えていく消えていく今日の思い出が全部なくなっちゃう光になって消えていっちゃう僕らの記憶からも消えていくやつ。でも楽しみ増えた、桑原さんが誘惑を見てくれるんだったら、うん、2月のお写本が楽しみでならない。確かに、うん、そう、桑原さんも誘惑読むの楽しみだと思いますし、はい、僕らも楽しみですよね。そうそうそう、あの話この話できるから、はい、ね、来月絶対タブーのくだりやろうな。あ、やろう。いや、けど行くかな、そこまで行くかな。行けるかな。いや、けどな、どうだろうな。進めなきゃ。ということでね、あのハッシュタグのご紹介いきましょうかね。あ、ハッシュタグ。ハッシュタグお願いします。これは、はい、ゲストさんじゃないですか。お、今日のゲストの方はいらっしゃってる。今日のゲストさんです。ね、二人掛けのソファーに3人で座っていただいて。ここに来たことで。え、あ、双子のタレントの方でいらっしゃる。あ、はい、おしゃことおしゃみです。親の情が薄いですね
おしゃの方を変えることによってメッセージが変えられたんですけど、その子供につけるためにことみで分けるのは本当ただの怠惰。うちのおしゃことおしゃみをね、ぜひ今日番組最後までお付き合いいただき、このままご一緒によろしくお願いします、はい、ね、双子特有のなんかね、子供の頃のエピソードなんか聞けたらありがたいと思っております。わかりました、わかりました。具体的に言ってくれる心の声で会話してくれるんだ私が通訳させていただきます。なるほど、はい、やっぱなんかお揃いの服とか着せられるの嫌だったりとかしました？嫌だったと言って言葉少なだなエピソード欲しいんだよな、もう少しだけ双子の、まあ、双子のエピソードを桑原さんから引き出すのきついと思うけどさ、想像になっちゃうから。もう本当にあのユニゾンで喋ってます。ユニゾンで話して、ちょっとちょっとちょっとっていうことそうです、嫌だったって2人で言って、嫌だった、結構無邪気な感じじゃん、嫌だった伝わってこない、よろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いします、ね、みんなで頑張っていきましょう、いきましょう、はい、ということでございまして、始めますか、始めましょうか、とうとう始めますよ、とうとう始めますよ、はい、それでは、はい、そろそろ始めましょう、うん、桑原優希、青木優馬のおしゃべりな本棚アットライブ、せーの、スタート。始まるよ。さあ早速ではございますが、メインコーナー入ってまいりましょう。はい、今回桑原さんの後ろにですね、本棚がございまして、そちらの本を取っていただきますと、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとたまに立ち上がらないと腰がおかしくなっちゃう。あ、そうなんです、ね、ちょっと説明してる間立ちますね。打ち切れたのかなと思って何に何に俺怒った、桑原さんの双子の下りがあんまりだったなって突然なったの。ごめんて、プロレスとかの番組そういうこと本当にありますよ、ね、急にすみませんね、ホビージャパン内をうろうろしますね、進めといてください、読んどきます、はい、中にトークテーマが書いてまして、そのテーマの中に当初タイトルに関連したものもいくつか入っておりますので、はい、そろそろいいですか。あ、です、はい、今回のピックアップタイトルはこちら、ババン、はい、名湯異世界の湯、アラフォー温泉マニアの転生先はのんびり温泉天国でした、うん、と、勇者殺しの花嫁となっております。こちらどちらもあの初めてピックアップする、この番組で初めてピックアップする作品になってますね。そうですね、はい、じゃあまずはですね、名湯異世界の湯の方から紹介させていただきます。はい、では桑原さんの方からストーリー紹介をお願いいたします。はい、主人公湯川光三は人呼んで孤高の温泉ハンター35歳、うんうんうん、独身地方公務員、ある日さっくりと死んでしまい、死んでしまった異世界に転生、飛ばされた異世界はなんと天然温泉天国、いいな、いいな、ところが異世界人は温泉に入らない、うんうんうん、アラフォー温泉マニアが異世界に温泉を布教し、みんなに感謝される物語、いいね、ということで今一番俺に必要な作品、いや、そうっすね、確かにそうだな、そうそうそう、はい、せめて温泉に入っている気分ぐらいにはなりたい、いやそうですよね、なんか腰にもいいのかな、そうそうそう、当時的なやつありますよ、そうそうですよね、子供の頃は分かんなかったじゃないですか、あの温泉の効能に書いてある理由待ちみたいなやつ、はい、今全部の症状が俺にあるなんか関係ないねって気持ちだったんですけど、うん、そうそうそう、全部が染み渡る、あの頃はだって基本的にはお風呂あったかいね、景色綺麗だね、楽しいねだったけど、今必要なのはリウマチとかの治療ですでもそれで治るんだったらもうぜひ、うん、そうね、行って癒されて、ちょっと、まあ、パッと行くスケジュールはないので、代わりに泣くね、せめて俺の泣けないだろうから俺は、俺そんなに追い込まれてんの泣くこともできないほどに、泣くことも許されてないだろうから、嬉しい、桑泣きドラ泣きみたいに言った、桑泣きしてくれるんだ俺は、ありがとうございます、ね、僕に関してはちょっともう心が動かなくなっちゃってるんで、ありがとうございます、本当に癒されてほしい、でも、うんうんうん、これを見れば癒される、そうだそうだ、温泉気分になれると、そうなんですよ、こちらね、はい、あの今月からアニメ放送が開始しておりまして、はい、東京 MX さんにて毎週木曜25時から、うんうん、BS 富士山では毎週水曜日の25時から、うん、配信ではですねアニメフェスタにて毎週木曜の25時5分から湯気なしバージョンが独占先行配信となっております。あら、湯気なしバージョンがあるんですか。そうなんですよ、そのね、お風呂を入るとやっぱちょっと湯気出ちゃいますけど、どうしてってね、なしバージョンがあるよと、何ですって、まあ、いいな、ワクワクするワードだな、湯気なしバージョン、なしバージョンがどうなるかちょっとあの見ていただいて確かめていただいて ね、はい、湯気が何を隠してるかはまだ分かんないわけそうですね、そうそう、全然分かんない、何も分かんないです、想像つかない、はい、ということでですね、こちらの原作が、HA ノベルスで現在3巻まで発売しておりまして、うん、コミックスの方は、HA コミックスで2巻まで発売しております、うん、という作品になっております、はい、はい、ということでですね、うん、名湯異世界の湯、アラフォー温泉マニアの転生先はのんびり温泉天国でしたは現在テレビアニメ放送中となっております、
そして、H.A. ノベルスの原作小説、うん、H.A. コミックスの漫画を、よろしくお願いいたします。お願いします。癒されました。さっくり見れて尺短いんですもんね、はい、そうですね、5分アニメなんでね、はい、見ていただければと思います。はい、そしてそれではもう一つの作品の紹介もお願いいたします。はい、もう一つがこちら、はい、勇者殺しの花嫁となっております。急に殺伐とした温泉の話してたのに、ガラッと変わりましたね。こちらはですね、第3回の HJ 小説大賞ブックウォーカー賞受賞作になってまして、うん、先月ですね、HJ 文庫より第1巻が発売したばかりなんです、うんうん、こちらもですね、桑原さんの方から、はい、ストーリー紹介をお願いします。全部俺以外がやってくれる助かる行くぜあらすじ行くぜ、あらすじ行くぜ。魔王が撃たれて間もない頃行くぜを引っ張らないでください魔王が撃たれてのトーンじゃないです。引きずられてしまった魔王が撃たれて間もない頃、神々の花嫁兼異端審問官であるアリシアに暗殺指令が届く、うん、標的は神々の加護を持つ勇者シオン。暗殺が不可能だとされる勇者を殺す方法はただ一つ、うん、それは勇者から愛されること。何、どういうこと。アリシアは任務のためシオンに近づくが、やがてその正体が同い年の少女だと気づく。あら、あら、本格バトルも満載の2人の少女の物語が開幕ということで。来ましたね、突然あらすじの後半でユリの波動が揺らめきだし、これ衝撃ですよね、うんうんうん、めっちゃ良さそう、めっちゃ良さそうやん。いや、なんかあの表紙もなんかすごいめちゃくちゃ雰囲気ありますよね。ね、いや、シリアス系の、まあ、もちろん内容なんだろうけど、その軸に、はい、女の子の暗殺者と女の子の勇者の、これめちゃくちゃ気になりますよね、やつがあるんだ、はい、めちゃくちゃ気になるということで、こちら書籍の PV があります、はい、PV をご覧いただきましょう。どうぞ。勇者を暗殺ですか、シスターの私が。魔王が撃たれて間もない頃、異端審問官のアリシアに暗殺命令が届く。相手は神々の加護を持つ勇者。殺す方法はただ一つ、それは勇者に愛されること。アリシアは任務のため勇者に近づくが、こんなのってありですか。魔王を撃った勇者の正体はアリシアとそう年の変わらない女の子だった。人を生かすために戦う勇者と人を殺すために戦う花嫁、二人の出会いがお互いの運命を大きく変える。人々のために戦う勇者を生贄にしろと神様は言う。神は愚かだと思う。リミットブレイク、本格バトルも満載のダークファンタジー、 HJ 文庫、勇者殺しの花嫁、血だまりの英雄。この世に神様なんてものは存在しない。いやどうするんだね、こっちはキャッキャウフフしたい気持ちでいっぱいだったのに、すごいシリアスじゃないか。ですよね、その温度差がいいんすよ、うん、あーいい方だ、はい、確かにちょっと相当内容は気になる。いや、そうなんですよ、あのもう冒頭部分とか結構ね、その割とダークな感じで、ね、その、まあ、言ったらそのまあなんかこう暗殺しに行ってきなさいよって言われるところから始まって、うん、なんかそれで普通にその男女で、はい、なんか殺さなきゃいけないのに恋に落ちるみたいなパターンはたまにあるけど、逆なんですよ ね同世代の女の子同士っていうのも、まずそもそも恋に落ちないと殺せないから始まってるんで、その、神の加護を持ってるんでですけど、その、まあ、人間を愛せば加護はなくなっちゃうんで、うん、その人間だけ倒せるみたいな感じのところから始まり、なんとややこしそそる設定だ、うんややこしければややこしいほどそそるんだから。それでまずこうちょっとこうね、懐に入り込むんやみたいな感じで送り込まれてみたら女の子だったっていうね。ただね、青木さん、どうしました、これを読ませていただいたんですけれども、うんうんうん、あのよりっぽい感じ、波動を感じるとおっしゃってたじゃないですか。何ですか、何が始まったんですか。ゆりゆりって感じじゃないですよね。そうですね、そうなんです、そうなんです、それがいいんですよ。なるほど、はい、なんかあのそこにフォーカス完全に絞り切ってるっていうよりかは、はい、本当に香りとして辿ってくるぐらいの、そうそう、ストーリーとバトルがとにかくすごくて、うん、なんかもうこの概要だけでもその勇者から愛されることでもアリシアは暗殺しなければいけないって、うんうんうん、もうこれだけで想像しません切ない、切ないというかすごい、俺がその喉と腰が壊れてるから如実に頑張ってくれているありがてー。いや、これがなんかでもこれがまだちょっと続編といいますか、そうなんですよ、ね、続いていくということで、個人的にすごく気になっております。これまだ1巻しか出てないということですね。そうです、そうです、あの1巻が12月末に発売したばっかりでして、2巻もですね発売決定しております、あら素晴らしいので、
もう追いつくなら今ということでね、はい、なんですよ。いやまたね、そのなんかあのアリシアのこう上層部がね、教会が上層部なんですけど、あんま良くないんですよなんか聞いてきそうな設定そうなんかちょっとこういろんな種類の良くなさがちょっとこうなんとなく伝わってくる感じなんですよね。おもろそうだ、そこもなんかどういう風になっていくのかっていう、ね、楽しみになるような。はい、で PV の CV が、はい、今真中さんがやられているということで、アリシア役をやられているということかな、まあ、という感じになっておりましてですね、まあ、ちょっと これから大注目の作品ということで、まだ一巻ですが、紹介させていただきました。そうなんですよ、アリシアの喋り方とかもちょっと注目して何か特徴的なんですか。重々しい雰囲気があるかもしれないんですけど、うん、ポップに会話が進んでいく場面もあったりして、とても読みやすかったのですよ。いいの、俺もちょっと読んでみよう一巻。気になりますでしょ。気になりますよ俺もロビンが行きたいっていう時ぐらいガビガビだったけど気になるでしょ全部に濁点ついてたけどその感じなんか5文字以上喋るとちょっとなんかあんま良くないですね4文字ベストかもガビガビになっちゃうはい、はい、ということでね、テーマトークやっていきましょうか。はい、やっていきましょう、はい、やっていこう、はい、リクエストお答えしますよ。じゃあ青木さんが選ぶスタイルなんですね、いい今回は。じゃあ俺からなくなった1月の1で取りづらいよね、いっぱい働いたけどもう何にもいいことないです。1いきますね。1ね、はい、はい、お願いします。パッカ、うん、お風呂へのこだわり、やった、早速来ましたね。当たり当たり、やったぜやったぜはい、じゃあこちらのテーマ説明させていただく。1月なくした甲斐があったぜ笑いづらいよ、なんかちょっと重い、行ってこい行ってこい、重い重い、これも完全に取り返した1月おテーマがいけたからはい、名湯異世界ニューの主人、うん、はですね、うん、温泉マニアの主人公が異世界で温泉を開拓していくお話となっております、うんうんうん、スライド出ますでしょうか。お、バラン、はい、出た、湯川構造、はい、キャラクターがこんな感じになってまして、うん、ネットでは温泉まんじゅう三世として知られる温泉マニアでしてあ、なんか、ウェブ媒体とか持ってるってこと。持ってるんじゃ、なんかそのレビューサイトとかでやってるってことじゃないですか。なるほどなるほど、いるわいるわ俺が行こうとする店全部に食べログで高円寺ラーメン王が行ってる。ああそうそういう感じ。そう、俺が行こうとした店全部同じやつがレビュー書き込んでるの。食べログなんか同じと書いたらちょっとギョッとするときありますよ。そう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 、でもそれしょうがない、俺が住んでるのが杉並区だからしょうがない。高円寺ラーメン王はそれ行くよ。それは大丈夫なんですか。全然大丈夫、全然大丈夫なんですみたいなことだ、はい、温泉まんじゅうなんですけど、クレオの出来事で命を落としてしまって異世界に転生すると、はい、サクッと死んでみたいな、さっき言ってたもん。そうですね、いうところになってまして、はいはいはい、前ちょっとお風呂にこだわりがあるというところでして、はいはい、お二人は、お風呂へのこだわりってあったりしますでしょうかという感じのテーマとなっております。例えばなんかこう自宅でこんな風にお風呂入ってるだったりとか、宿泊先でお風呂こういうこと気にするよとか、はいはい、そういうのあれば。あ、僕はもう今もう5キロぐらいのエプソムソルトを買って。エプソムソルト、あれあれわかります、みんなわかりますマジでわかります。エプソムソルト、バスソルトみたいなやつ、ね、バスソルトみたいなやつ、はい、エプソム、うちまあお塩なんですけど、それでその代謝とかを上げるやつを、はい、まあ、俺を下回ることある女性声優若いレディーだから、あ、青木さんそういうの使われてるんですねのトークに発展するかと思ったらエプソムになっちゃった。なんかそのバスソルト的な、そう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 、だからそのちょっとその成分とかがちょっと普通のやつと異なるみたいなやつ、なんかあれですよ、クナイプ的なやつ、そう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 やつ、クナイプは知ってます、クナイプは知ってクナイプの派生みたいな、そうそうそう、お気に入りのやつをちょっとこういいやつをそのもうキロで買ってあるから、うわ、それ何か効能というか、割となんか汗がいっぱい出るとか体温まるとこがメインですけど、あともう本当に家で不吉なことあったらすぐ詰めばいいしこうやってエプソムソルト塩盛ればいい、塩だしそういうこと、そうそうそう、自爆霊側もちょっとおーなんかいい塩使ってるんですねって魔除けに大丈夫、寄ってきちゃうんじゃないですか、あ、なんかいい匂いだなっつってここいいかもらってなんないですか。割とでも基本的に必ず入浴剤は入れます。あ、お風呂めっちゃ大事、あ、うん、ちゃんと浸かる派ですか。1時間半ぐらい入ります、1時間半やばいですね、うん、僕もなんか湯船絶対入れますけど、20分ぐらいかな、25分とかぐらい、もうだから、タブレットとか持ち込んで、あ、そうそうそう、動画とか見ちゃう、めっちゃいいですね、すげえゆったりする、お風呂大事大事大事、すごい大事、そんなにちゃんと浸からないとダメなんで、まあ、そんなに自分のこと大事にしてても壊れちゃうときは壊れちゃうんですか代わりに泣いてくれるんだよな、俺が悲しいことを真顔で言うと代わりに泣いてくれるんだよな激痩せして次現れる俺の感情を全部代理した結果激痩せしちょろっ青木さん
クワラゾンのことを思ってもう悲しいことを言わないようにするわ。ごめんね、今日なんかそこに逃げがちだわ。確かにいくら辛いからいいんですよ、ここはもう大船に乗ったつもり家だと思ってください。家のような。もしかしたら始まってからその30分くらいまだ俺大船に乗れてないというか、いつも通り喋ってる気も確かに唯一1を取ってくれた以外は何もしてない。そう、あのハッシュタグの下りも俺がいっぱい突っ込んでたし一回乗っていい大船一回大船乗っていいですか。いや、やめてもらっていい。なんでそのお風呂の話のエピソードでさ、俺がそんなに掘り下げなくても盛り上がったら大船なんですよ。あ、そうか、そうそう、これを超えればいいのか。ゆったりゆったり俺聞いてるから、いつもみたいにこういつでも行くぞっていう感じじゃなくてゆったり遠くで青木さんを安心させるんだ。大船、豪華客船。はい、豪華客船だと思う。タイタニック沈む天才じゃん、もう沈む完璧なスピードだったじゃん、ね、細野晴臣さんのおばあちゃんが乗ってたさ。任せられないよダメよ、出航任せられないよ、出航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 。じゃあ私は逆に聞きたいんですが、あの、うん、いやいや、ちょっと青木さんちょっと今の早かったでしょ、今の早いっすよ。こだわりは、おろいのこだわりは逆に聞きたいんですが、聞きたい方だ。俺が船に乗れるんじゃないの聞かれるの。いやいや、けど僕かもしれない視聴者の皆さんかもしれない。みんなに、みんなに、みんなに、みんなにちょっと聞きたいんですが、手もたれつけますよなんかマグネシウムがいいみたいなのを見て、私もそれこそ青木さんみたいにこういうのか、これぐらい入ってる、なんか、なんて言うんでしょう、塩でもない、トゲトゲがいっぱい入ってる。塩でもない、トゲトゲがいっぱい入ってる。なんて、砂糖菓子みたいなのがいっぱい入ってる。白い。ポンペイトみたいなこと？で、ちょっと薄めの、サクサクしたやつがいっぱい入った。多分マグネシウムだと思うんですけど、うん、あれは何に聞くんだ買ったんでしょ、みんなでもいい、みんなでもいいから。あんま C サイトに書いてなかった。あんま調べず買うタイプの方で、何かがいいのうっすら伝わってきたんですけど、はいはいはい、何に聞いたとか書いてる人はこの世に一人もいない。でもなんかみんなやってんだ。なんかみんなやってて、それって違法じゃない。あれ何なんだろう、なんで買ったんだろう。脱法マグネシウムじゃなくて違うよ、なんかでいいって言われたんですよね、多分ね。多分何かを見たんだと思います。そのよくバズってる風呂のもたらす効能なんて、体温めるか、はい、その腰痛に効くか肩こりに効くかぐらいじゃないですか。じゃあちょっとさ、湯冷めしにくいみたいな。圧倒的ハッピー気分とかないでしょ別に。確かに、うん、なんだろう。あ、へえ、あ、え、なんかマグネシウム風呂色書いてますよ。お前、検索したら一番上に出てきたんですけど、あの、まずダイエット、あの、脂肪の吸収スピードを抑える働きがあるとか書いてますよ。それでも飲んだらじゃなくて、あ、マグネシウム風呂って書いてある。なんか、はい、だから飲んでもいいし、皮膚からもなんか、え、お風呂に入って、その例えばじゃあ湯船でカツ丼を食べたとしようカロリー半分ってこと極端いやだって変じゃん、理屈が。マグネシウムのサプリを飲んだからカロリーの吸収が抑えられましたとかは、え、あんじゃん、そういうの。マグネシウムは飲んだら下剤らしいですよって書いてます、だから、あの、肌から飲んでもいいし、飲んだらダメだった肌から入れてもいいし、はい、みたいな。 あとなんか、肩こりや冷えに効くとか、なんかむくみが取れるとか書いてます。お、いいわ、いいんだ、いいんですね。なんでじゃあ小原さんはそのなんか効能にたどり着けなかったんですか。村上氏が一瞬でたどり着いたどこに書いてあるんですか。村上さんの携帯チャイルドロックかかってます。確かに、あのヤフーキッズしか見れない可能性がある。村上さん、親の差し金でヤフーキッズで検索してないですか。まだ解除されてないんだ。ヤフーキッズのなんか簡単なゲームとかだけで、スマホアプリとか持たずに。だってあれですよ、マグネシウムお風呂で検索して一番上に出てきましたよ。なんかそれの商品の口コミみたいなのも見たんですけど、あ、はいはい、みんななんか確信に触れてないたまにあれだったけどね。すごいスッキリしました。わかるわかるわかる。あの、特に健康美容系のやつで、具体的なそのなんかあの痩せましたとかもちろん書いちゃいけないから、あ、そういうとてもいい感じですみたいなそれある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 。2袋目もリピートしました、いい感じですみたいな結果だけ書いてる人いる。そのなんかネタバレ禁止みたいな感じで、なんか配慮してちょっとギリギリ言わないみたいな。見たことある。あれ、なんでみんなマグネシウムのこと隠してるの。教えてくれ。俺も始めてみよう、マグネシウム。マグネシウム、だから多分バズってるのは、はい、汗がドバドバ出たみたいなことを見て、はい、あ、いいのかなと思って衝動買いして、っていうかこれなんだって後でなったんだと思うんですけど、でもすっきりするんですね、
ちょっともう一回やってみようかな。入れる量も書いてないんですよ。怖っ。けど自分の裁量っていうこと、はい、マグネシウムに直でザラーでもいいと思う砂風呂みたいにトゲトゲのマグネシウム極端ずっと細々で出てきて痛いよ頼むよ大船、俺今日極端なこといっぱいいくから大船でどうにかしてくれよいやだからそう全部英語でどれぐらい入れたらいいのか書いてなかったんで、海外製のやつとかでね、そうね、そうね、意味わかんないやつ、そう、はい、使ってみたことはないんですか、家で一回やってみました。その時どうだったんですか。あったかかった。だからそれは風呂それはねマグネシウムじゃなくて風呂の効能です。でもやっぱなんか温泉の素とか入浴剤とか、まあその気分がリラックスしたりとか、はい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 、そういう感じなのかな、その使ったら、元気になった、あ、まあまあそう、ね、ってことではないのかなと。そんなに即ではないですよね、お風呂っていう、ね、じっくり痩せていくのかなと思いつつ、はい、割と薬局とかでも売ってるゲルマバスっていう、あ、はい、赤いボトルに入ってるやつは割とおすすめ。そうなんですか。ドバドバ汗出ます。またその文言で私を私はドバドバに弱い。ドバドバに弱いんですか。ドバドバ出たみたいね。ドバドバよだれ出る飯とかね美味しそうだしドバドバ泣ける映画とか、ね、いや泣きたいしドバドバが刺さる人だ。刺さるんですよ、うん、あでも良かったです。いいことは分かりました。うん、とにかくマグネシウムはいい、はい、コメントとかもしっかり見返して、はいはい、情報収集を進めていきたいと思います。改めてね見てみましょう、はい、こんなとこにしとく。そうですね、いや意外と出ましたね。意外と、まあ、大船のこだわりではなかったいやまあまあけどこれからこだわろうってことですもんね。そうね、そうね、はい、始めていきたいと思います。この冬みんなでマグネシウム風呂に入ろう。あれの正体が知れたんでまだ知れたから今原さんの家にあるやつ見てないから言ってるやつと同じかどうかわかんない。ああそっか、いろいろ種類が、ね、あるかもしれないですもんね。なんか笑ってますよ。いやいやいや、あのちょっとふんわりしたところでね。次そろそろ行きましょうか。取りますけど。はい。三番行きますか。いつもどうは追っかけないようにしたらふふって笑って終わる。笑うしかない。どうします？あ、なジョクワールドのお任せでいいと思うやつにしてください。俺におすすめのやつ。青木さん、あじゃあ7番で。なぜですか？いいことがあるように。ありがとうございます。俺のために願ってくれて。青木さんにいいことがありますように。テーマですよ。すごく寒かったと思ってごめんなさいね、ごめんなさいね。何この悲しいテーマ。もう一回開いてもらっていいですか。青木さんに捧げます、うんうん、すごく寒かった。悲しいこと書いてある何このテーマ。選び放題かもしれない。これなんですけど、はい、特になんかこうね紐付けがないテーマでして、はい、1月末になってねすっかり寒くなってきましたね、はい、もう昨日とかも寒かったですよね。そうそうそう、はい、防寒対策などはされてますでしょうか。ステージなどですごく寒い思いをした話でも OK ですということで、物理的もしくは、うん、まあ、心理的に寒かった思い出をぜひっていう感じのテーマですね。心理的に寒かった思い出喋りたくねえ。これは辛いイベントでしたね、司会者としてもみたいな。青木さんぐらいの方でもそういうことってあるもんなんですか。まあ、いやでもそのこういうこと言いますよ、はい、そうさせないのが MC の仕事。かっこいい村上さんとユニゾンしちゃった。だからまあその8年ぐらい仕事してくる中でもし俺がいなかったらどうなってたんだろうっていう現場は5個ぐらいあるけど、どうしてたんだろう他の司会者だったらとか。そんなピンチがあったんですか。うん、やばかった。そのなんか何々って言ったらこれがドーンって映像で出ますみたいなやつが1個も出ないイベントとかもあったし、それで受けるんで、何度も事前の打ち合わせでもうここでもバーンって出ることによって受けるんでって言われてたやつが1回も出なかった。それどうしたんですか。いやだから大きい声でごまかしましたよではなんかそう一本グランプリ的なやつでその大喜利的なやつで、はい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 、その面白いこと言ったら一本みたいなやつが出るみたいな仕組みだったんですけど、もう無音なのよ演者が大喜利で何を言おうが無音なのえ、お客さんはいるんじゃないですか。お客さんは無観客です、コロナ禍だったんで。あで配信そうか。あうわーって俺がやって面白いこれは青木さんが判断するしかないですよ。だから寒くはさせなかったです。あすごい怖かった、すごい怖かった。それでもなおすごい怖かったです。すごいですね。そのイベントの出演者とたまに別で会うとあれ大変だったんですよねって毎回言うけどなんかちょっと乗り越えた絆みたいなできてますね。そうそうそう、絶対あるわね、返した絆が、心強い寒くさせないのがお仕事ですね。いや、いつもいてほしいですイベントには何か言うたびに青木さんに愛の手を入れていただきたい。でも小原さん、俺仕事で一緒になったことない。え、確かここでしかお会いしてないかもしれないです。小原さんが出てるようなイベントって、
桑原さんとか桑原さん世代の役者が回してるじゃないですか、うん、みんなでやってるかもしれないです。だからあんま出くわさないですよね、そうですよね。どこに行ったら青木さんにお会いできるんだこんなにたくさんやられてる。どこどこやってますよ、キングレコードとかエイベックスとかの仕事すごい。じゃあそこに行けば、ね、ご一緒した。いやなんかそのあ別の場所で会った時に、はい、ちょっと気恥ずかしい気がして。別の場所、いやなんかその例えばアニメのイベントとかで俺はちゃんとした司会をやるわけですよ。あ今は今は一つも司会じゃないですし出なかったらマグネシウムに直で浸かるみたいなするわけじゃないですか自分でもおかしなこと言ってることくらい分かってますよ青木さんまた変なこと言っちゃってってみんなから言われるために言ってるんですから、ね、私その青木さんしか知らないです。こんなにふざけないです。どっちかって言うともう本当に桑原さんたらーっていうそのツッコミ側という、回す側なんで。やりたいですね。でもなんかちょっとかしこまった2人で。でですけどでもなんか俺は感覚的にはそのなんかその授業参観にお母さん来ちゃったとかそのなんかこう学校の友達と塾で会う感じっていうか、その界隈が違う場所で会うと気恥ずかしい気がする、はい、真面目に司会する俺見られる不思議な感情ですね。桑原さん大丈夫ですか、変わらずにいけそうですか。いつもえ大丈夫です、全然全然、はい、いつも通りの桑原さん。いつも通りだと思いますものによるかも桑原さんその要はそのなんというかかつてのごめんなさいね、すごく寒かった思い出じゃなくて、かつての桑原さんってもっとなんか、はい、ギャグとかいうイメージ。それはまあそうなんですけどそうあのそれはそうですね、おじゃも始まる前の桑原さんが、はい、僕がその一方的にその見てた、うん、そのイベントだったりとかラジオとか番組の桑原さんは、はい、結構そのコメディリリーフというか、はい、割とそのブレーカー、はい、ドンとギャグとかやる人だったんで、はい、戦々恐々だったんです初回。その過去はですね忘れてえ正式に何かこう覚えてもらおうと必死だった頃ってありませんか何か爪痕を残そうと。あれは若手としての、はい、皆さんに覚えていただきたい、はいはいはい、その一心でやっていた、うん、そんな時期が皆さんにもありませんか皆さんにはないです皆さんがその新入社員が会社で覚えてもらうためにギャグをやったりとかしないですまあまあ、あれですね、そう、新入社員が朝早きで掃除するのの声優さんバージョンみたいなこと。声優さんバージョンは大きい声でギャグ言ったり高め食ったりとかするってことっていうことなんじゃないですか。あの動画が一人歩きしてるそうそうありますよねなぜかみんな知ってる自分とは関係ない場所で。本当にその HG お写本を見るから、はい、桑原祐希さんの動画を見てるのあなたはって、うん、開かないです、開かないですけどいつも YouTube 開くと一番上に高め食ってる桑原さんのサムネが出てきます。開かないけど違法アップロードだから自分でも怖いですもんあの自分が怖い、あの自分が怖い怖いあれもアドレナリンですからある種のすごく寒かった思い出になったねこの話ね。確かにそうかも、おうおうおう、心は泣いていましたもんそうなんだ、泣いていましたよ。いざお写本というか最初は精霊幻想機の、あ、そうですね、あのプレ会みたいな感じで精霊幻想機の特番やって、 そっからですよね。そうめっちゃ普通に会話できる人やんと思って嬉しかったんだよかった、うん、最初のハードルがやっぱ低い方が、そう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 どうしよう会話にならなかったらと思ってたらめちゃくちゃ普通に喋れてよかった。いやそうです、私もすごく楽しかった思い出がありますし、うんうんうん、まあ、精霊幻想機はしっかりしたいコンテンツですね精霊幻想機に携わる時は、はい、キッてなるかもしれないちょっといい話聞けたな、なんだかんだ。そうですね、あ、よかった。お写本の精霊幻想機からはどういう感じなのか楽しみですね。あ、確かにちょうど間なんで、ね、どっちによるか、ちゃんとやりたいっていうまだまだ行くかテーマ。そうですね、どんどん行きます。気温の話してもいいけど気温の話引きましょう引きましょう。さあ青木さんの番ですよ。じゃあ、この1月からですね、関ジャニ∞のサブスクの音源が解禁されたということで8でお願いします8、ね、これですね。いい曲多いんですよ昔の曲に。サブスクね、はいはいはい、なんかキャラソンのサブスクがあるとちょっとちょっと今今歌詞を開きかけて閉じたそうなんですよ。あの悠々白書のキャラソンのサブスクがですね、昨年から公開されてまして、はい、それを聞いて知らなかったんで、尾形さんとか檜山さんが歌ってやってますからね。聞きたい。そうそう、であのアニメ雑誌のピンナップとかでその90年代のあるあるなんですけど、キャラクターたちがバンドやってる設定のなんか革ジャンとか着せられてそういうのもっとやってもいい。ヒエイがショルキーとか弾いてるやつとかありますからね。いいですね、うん、いやもっとそういうのやっていいんですよっていう好きですキャラソン。鉢を閉じてまでバン、はい、お、 あ
あとちょっと誘惑のキャラソンの話続けます。はい、おしまいじゃないですか。何が書いてあったんですか。あ、終了でございます。終了でした。ここ変わってないのかな、まあ、こっちにでっかく出ちゃってる。あ、もう間に合わなかった。可愛い一言でございます。これ一生入っておりますね。一つも青木さんがもう体が限界なので、病床の青木さんに向けて元気になるような可愛い一言お願いします。元気になるような、はい、ではちょっと青木さんに元気を注入したいと思います。ブブブブブブ、青木さん元気になれ、元気になれーがん。覚えたての、元気になれーがんいただいた。覚えたての技。一日に一発しかまだ打てないですからね。まだ打てるんですか。霊気の関係で。何やってる。そうですね、現状一発ですね。一発だから、そうそうそう、全力の一発だけで、うん、そうそうそう、元気になれーがん、はい、見ましたよ。なんか、ね、なんだっけ、何かのお話の時にそこに使っちゃっていいのっていうところで霊が、なんかあったな、使った、なんか障害物破壊するかなんかで使っちゃってみたいな、ね、ありませんでした。もったいない霊が、もったいない霊があったな。もったいない霊が、岩打っちゃってみたいな、なんかありましたよね。そんな、その後強敵出てきて、あれ霊がさっき使っちゃったなって思ったら、さっき使っちゃったってなってて、あの一発をどこで使うかがポイント。今のは桑原由紀の悠々白書情報ですよ、ね、あ、そうですそうです。可愛い一言もらってもいいですか。いやいや、今のが可愛かった。今の可愛かったよな、みんな。なあみんな、ゆうすけが、ゆうすけがみんなに、みんな伊達にあの世を見てくれぜ。みんな桑原由紀ちゃん可愛かったよな今週も。来週も見てくれよな、じゃなくて頼むよ。そうか、ゆうすけがそう言うんだったらしょうがないな。そう、私は自分元気ない時こうやります。すごいよくない、すごいよくない、すごいよくないポーズが。元気になれるの。脳に直で注入するのやめた方がいいと思います、元気は。みんなもこうやって元気をね、元気な、ごめんなさい、じゃ あの僕もやっちゃったのが申し訳なくて、はい、あ、何ですか。元気のないその視聴者の皆様が言うと思うので、もう一発だけエネルギーも残ってると思うんで、こちらの皆さんいきますね。ブン、うん、さあみんな元気になれ。え、この技の名前何。クワさん、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 同じフォーマットでいけました。レです、レ、レです、レ、同じフォーマットでいけます。元気になれでいけます。さっき言ってましたね、うん、言ってた、言ってた、なんだっけ、なんだっけ、その間に俺、じゃあ限界社会の元気になれ高共犯者をやってます。相手の技を跳ね返す。それ、あの、もう出てるっけ。いや、出てないけど、でもこんなのネタバレじゃないだろ。あ、まあ、元気になれ高共犯者は、そうか、噛んでいく、噛んでいこう。視聴者のみんな元気になれーけん。正解、合ってた、お見事でございます。合ってた。桑原はね、霊力のコントロールがうまいから、あれで剣の形とかを変えられるようになっていくってね、そういうキャラクターでございます。岩をこうやって、そう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 、意外と器用な、そういう桑原ね、そう、どちらかというと器用タイプ。そうそうそう、そしてすごく優しい。優しい男ですよ。高校受験も頑張るんですよ、桑原は割と。ああ、まあ、先ほどネタバレじゃないって。はい、桑原が高校受験を頑張るのはネタバレじゃないって、別に。意外といい高校に行こうとする話は別にネタバレじゃないよ、ね。ずっと村上さんがそわそわ。大丈夫かな。そのストーリーの致命的な部分は言ってないって俺。ね、皆さんも元気な。桑原ね、中学生ですからね、ああ見えてね。そうそうそう、まあ、そうですよね、皿屋敷中学だから。そうですよ。そうそうそう、なんで制服の色違うんですか。不良どころかな。あ、そういうこと。なんかあの白ランみたいなことなんじゃないですか、うんうんうん、なんかそのちょっと違う制服着てるぞっていう。そうですよね、ゆうすけも違うし、アニメ版の色と漫画の表紙の色だと全然違いますけど、ね、何、そうそう、あのアニメ版の色ちょっと制服として見たらヤバすぎるんですけど、うん、深緑みたいなやつですね。そうそう、深緑みたいな。見慣れましたし、有名だからもう全然違和感なかったですけど、漫画のあの表紙だと全然違う色の。漫画は結構青とかじゃなかったっけ。なんかちょっと青みがかった黒みたいな感じでしたよ ね、 そ う、 そうなんだ。割とジャンプ漫画ってあんまり色のことは想定せずに描かれてる。あれなんですよ、学ラン着て黒髪だとなんか色一色になっちゃうから、ちょっと制服がなんか変な色なんですよね、みたいなことよね。そういうことだったのか、悠々、うん、白書豆知識のコーナー。毎月いろんな漫画が出ますね。この番組、ね、来月以降のために予習の方よろしくお願いいたします。す、ね、今コメント欄、桑原が目指した高校の名前出てきて、ちょっと笑って、すげえ。すげえ、ムクロ大附属なの覚えてねえよ全然。そんな名前なんだ、よく覚えてたな。目指せなんとか、そう、確かにあの部屋に貼ってんだよ、目指せ、なんか貼ってますよ、はいはいはい。この先桑原のいいところもいっぱい見れるから、そうですね。桑原は十分いいやつですけど、あの尻上がりに好きになっていくと思うんで。ちなみに現時点で好きなキャラとかいます？クラマですね。クラマだよな。クラマですね。あ、まあ、でももっと若ければヒエが、でも同じぐらい好きなんです。え、もっと私が若ければヒエ。もっと私が若ければ。どなんでヒエも好きです。生まれるんですか。
なんだろうな、もう見た目とかもドンピシャなんですね、喋り方とか声とか、はいはい、もう、比叡の方がドンピシャなんですけど、やっぱ大人になるにつれてなんかあの美しいもの、はいはいはい、あの攻撃もそうですけど、うんうんうん、そういうのに惹かれてくるようになる。そうか、年とともに分かるクラマの魅力、そういうことでしょうか。ありがとうございます。綺麗、とても綺麗美しい、美しい、このもっと美しい攻撃いっぱい。あ、だとしたら先でもうビビるんじゃない？いや、ビビるでしょ。美しすぎて。いや、ビビるね、うん、あの言えないけど、言えないけど、言えないけど、楽しみにしておいてください。うわ、なんだろう、楽しみだ。なんかね、見かけも美しいし、うんうん、そのめちゃくちゃ知性が出てくるじゃないですか、クラもね。そうそう、いいところいっぱい出るから、いいんですよね。押してほしい。これかなっていうの放送終わった後言っていいですか？うん、実写に出てきたんで。実写に出てきました。本当ですか？でこれ、これ終わったら言います。桑原さん、実はこの、そうですね、事前に僕らも知ってしまった一番面白い情報なんですけど、桑原さんね、先にネットフリの誘惑見てるんです。そう、意味わかんない。この世にいないですよ、その知識ゼロ状態でネットフリの誘惑見て、見て、あの、はい、アニメやってるんですよね、今ね。あ、そうです、アニメ追いかけ始めている。実写アニメ原作の自分で世界初なんじゃないかな。ネトフリから最初に入って今アニメ見てる。すごいテンポ良かったんで、初めて見る人入りやすい。ネトフリ版のネタバレになっちゃうから言わないけど、何らかのクラマの技も出ていると。そうですね、後でちょっと言いますね。そうですね、どれなんだろう、全然わかんない。あれじゃないと、あれっすかね。あんま序盤のイメージないけど。あ、それも私なんか、あ、マジで、あ、え、そうだよ、そうだよ、マジで、そう、早ない。え、はい、これ、え、マジで。いや、けど、めっちゃ盛り上がってくれる。そういうことっすよね。そうそうそう、そうなんだ。今これ誘惑わかんない人、どういう感情で見てるの。突然その桑原勇樹ケモミンポーズ見れたぞ。ラッキーでいいよ、みんなは。確かに、そうか、はい、なるほどね。あれ、僕もじゃあネトフリ版見ときます。逆にめっちゃ気になってきましたよ ね、 ね、どの段階であんな序盤のストーリーやる上で。いや、そう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 、そうなんですよ。貢献できたネトフリの、登録者増えました。登録はしてるけど、見ますわ、見ます。視聴者増えた。いつまでもやってられないから次のやつ引きますか。はい、行くぜ。これをね、消化できましたんで、うん、次私ですか。あ、じゃあお願いします。どんどん引きましょう。いいやつ、おすすめ、マスターおすすめ。あ、おすすめいきますか。ですね、おすすめです。孫ついてるわ、マスター。マスター、そうですね、マスター、今夜は飲ませてよ。あ、じゃあこれですかね。よりもんより仕上がってました。これいきましょうね。はいはい、5という数字を選ばせていただきます。お、あ、これは何、何、何、オリオン書房ノルテッテンフェアリポート。お、リポート、はい、いいやつを引いたぞ。いいね、いいね、いいね、いいやつ引きました。知りたいやつ、知りたいやつ、当たりだぞ。はい、こちらですね、先月から、実施しておりました、うん、オリオン書房様のフェアなんですけれども、うん、こんな感じで実施しておりました。はい、バッチリ展開いただいてね、色紙もやっていただきまして、見に行った、見に行った、うん、あ、そうそう、行っていただきましたよね、ありがとうございます。ちょうど立川ステージガーデンで夏川椎名さんのライブ見に行く予定があったから。めっちゃ具体的、その流れで、その具体性があることを言って、そうそうそう、いい一日だった。あの、立川にしかないカレー屋でカレー食って、あ、いい一日過ごしてる。最高の一日だった、この日。立川だって、あの、立地的にもね、行きやすいですもんね。中央線でビビュンですよ、こっちは。まあ、ということでですね、あの、非常に、あの、素晴らしいコーナー展開をしていただきまして、うん、なんですけど、めっちゃ目立つ場所で広かった。うん、あの、びっくりしました。そうなんだ、嬉しい。本当いいところでやっていただきまして、うん、はい、なんか、あの、集英社さんのコミックフェアの横とかでやってたんで、わー、素晴らしい。もうビビりました。あんま出版社の名前言わない方がいい。まあ、ずっと誘惑の話してたけどな。集英社さん、出版社の人だから。あの、あれか、俺たちがする分にはいいけど。でですね、うん、こちらの1月末まで、実施しております、はいはいはい、実施予定となっておりますので、はいはい、もしですね、もうちょっとそろそろ終わっちゃうんですけど、行けるタイミングがあればぜひ行ってみてくださいねと。いところになってます。あ、これまだシールとかもらえるのかね。もらえます、もらえます。まだもらえるんだ。シールもらえる。なんか色紙もちょっと残っ、まだ1枚残ってるという噂を聞きました。おまだじゃあチャンスあるということ。リアルタイムは分かんないですけど、うんうん、先週なんか言われたんで。そうそうそう、はい、あ、ちっちゃいサイズのキラのシールがもらえますので。そうですね、あ、結構あの、行ったよっていうお客さんもいらっしゃいました。ありがたい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、我々があの色紙にもサインしてるし、シールも実はダブルチャンスでね、はい、そうですね、サインいただいたんです。何枚かに1枚我々サインしてますので、はい、キラキラのシールということで、あの、どんどんね、キラキラのシールが一番嬉しい。キラキラのシールはテンションが上がる。絶対貼ってください、皆さん。タンスとかにね、実家のタンスとかに貼ってもらう。なあ、剥がせないやつだ。でも実家のタンスってシールまみれだったでしょ。あ、そうですね、私はなんかここだけなら貼っていいよってエリアがあって。いい家庭。うわー、いい家庭。そこに自由フリースペースあった。フリースペースあって、ガムを食べたら擦るやつ、わかります？ガムのあの風船ガムを。謎謎ですか？ガムを食べたらおっしゃるものなんだ。こういう風船ガム絶対みんなならわかるぞ。
こういうこれぐらい普通の風船が5枚ぐらい入ってる、うん、横に長いやつってことですか。あの普通のチューインガムですね。チューインガム、はいはいはい、板ガムあれを巻いてる紙に1枚だけ、はい、あの擦ったらその絵が反対側に印刷されるシールがついてたんですよ、それを擦ってました。なんかのキャラクターものかなんかですか。あ、そう、普通ドラえもんとか、全然知らない。あったわ、思い出していただけた。あった、なんかあのありましたよね。そう、思い出した、思い出した。なんかあのあれですよ、マスとか、はい、あのあんま枚数入ってないやつですよね。そうです、そうです。なんか5、6枚ぐらいとか、なんかあのワンセットでみたいな、あった気がする。擦るシールです。そうそう名付けて擦るシールです本当にあれかな、その平成に入ってから登場したものなのか。あれ、やらなかったですか。多分なかった。皆さんやったことないです。なんかあのぼんやり知ってるんですけど、なんか僕はあのなんか単価がちょっと高くて、なんかあの丸川 の10円ガムばっかり買ってた。あ、4個入ってる。そう、ちょっと高かったかも。パッケージにオレンジとか書いてある。そう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 、丸いやつが4、5個入ってるやつ、ね、あとなんかあの、12個ぐらい入ってるなんか餅みたいなやつピンクのやつ。そうそうそう、あのピンクのやつとかあの緑のやつとか、あれめっちゃ好きだった。そうそうそう、あ、ちゃんとあのその写すやつもみんな知ってるって書いてる。知ってもあれなかなかコツがいるんですよ。え、あ、写すのに。写すのに綺麗に擦らないと、擦った後にそれ上のシールをペリペリペリって剥がすと写ってるんですけど。楽しそう。トーマスは今でも見るって書いてる。トーマスあるんだ。買おうかな今自分家のタンスとかにやろうかなゴシゴシ。絶対子供いると思われるけど子持ち感でおじさんが自分でこうやってやったとは。低い位置にやることによって家で犬の写真撮った時にそれが映り込んで青木さん絶対子供いるっていう噂流そうか低い位置にトーマスの転写していいですね。あの横になんかあの何年何月とか書いて身長の線回背伸びていく子供いる何の偽装してるの意味もなく突然ガムの話になっちゃった確かにガムの話になっちゃいましたけど、ということで、ね、あのオリオン消防さんありがとうございました。ありがとうございます。引き続きですね、せっかく出版社がやってる番組なので、こういうの増やしていきたいと思っておりますので、東京以外の地域でもね、やりたいと思ってます。見に行ってすごいやっぱ嬉しかった。これ嬉しいですね、うん、でっかいし、みんなちゃんとそのなんというか目につきやすいような場所に置いてくれてるし、愛のあるイベント、はい、ということで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、オリオン消防さんの乗る手店フェアリポートでした。はい、ありがとうございます。いいものを引きました、ね、大詰めに乗ってるつもりで過ごしてはいるんですけど、一回も次の本に行きましょうかを桑原さんがやってくれない全部俺のタイミングで切り上げてる気がする。次の本行くぜかっこいいんだよな。ナンバーにします。ナンバーがいいから、ナンバーがいいから、ナンバーがいいと思う。ナンバーがいいと思いますか。あれナンバーがいいですか。あ、本当だ、もう1時間くらいやってる。まあまあ50分くらいやってた。6とか6番6じゃないみたい、6じゃないみたい、6じゃないみたい、4かも、4かもしれない、4っぽい顔してるわ。私のおすすめは4です。小原さんがね、これ言って6取られたらどうしようかなと10時までやりたがってるんだ欲しがっちゃって、明らかにこの4の一冊が光ってましたもんね。出ました、はい、お、トークテーマ、〇〇の正体、うん、はい、来ました、こちらはですね、勇者殺しの花嫁に関連したテーマとなっております、うん、来ました、はい、読ませていただきますね、うん、勇者殺しの花嫁の勇者ですね、シオンの正体、ちょっとめっちゃ立ってるな、あ、お気になさらず、あ、そうですたまに立たないとストレッチ立てなくなっちゃうから。シオンの正体はですね、実は、主人公で神々の花嫁兼、マルチプレイヤー異端審問官のアリシアと同世代の女の子でしたが、うん、はい、バン、まあ、こんな感じですね、魔王殺しのエルシオンとかですね、はいはいはい、女の子だってなった瞬間ね、これがね、そうなんです、はいはいはい、はい、魔王を討ち新たに勇者となった傭兵でアリシアの暗殺対象なんですけれども、うんうんうん、アリシアは任務のためにシオンに近づくんですけれども、やがてその正体が同い年の少女だと気づくというところの説明になってまして、うんうんうん、気になりますよね。そうですね、ストーリー的にはめっちゃ気になる。とかそのどのタイミングでその要は魔王殺しのエルシオンが、はい、その殺してやるってなったタイミングで女の子だって、こうどういう状況なん。それね、そのマロビ出てるけど、それね、あの80ページぐらい読んだら分かる割とすぐ分かるんだ、なんせ読んだんで、はい、なんかちょっと結構不可抗力的な感じで、なるほどね、ちょっとこうえって気づいちゃって、うん、どうしようみたいな、そういう感じになる展開になってます、うん、ということでですね、お二人が知っている〇〇の正体を教えてくださいと。なるほど、〇〇の正体、お手のものですよ、こんなテーマ。どうですか、〇〇の正体、はい、大ぶれなんだから、これは大ぶれ、俺はもう豪華客船に乗ってんだから。〇〇の正体やろな、もうあっという間にこのトークをもう
誰かの秘密を暴露するってことか。いける放送できるやつか。放送できるやつか。ないや。ないや。なんかね、自分のこれの正体とかでもいいんじゃないですか。これの正体。なんかね、自分のなんか多分例えばこういうなんか食欲の正体はこれやみたいな感じで。なるほどね。どんな形でトークテーマをねじ曲げてもいいってことで。そうですよ。そしてなんで一番最初にその業界ゴシップが思いついちゃったんですか。だってまるまるの正体。まあ確かにね。確かにこれなんかあのゴシップの見出しとして100点かも。まるまるってところも含めて100点の可能性ある。どっちにしろしないっていう話だけど、ゴシップなんか一つも知らねえし基本的にそのあんまりその我々も始まる直前までずっと悠々白書の話とかしてるし、なんかそのあの人嵐ですよみたいな話一つもしない、何も知らない、知らないですね、うん、誰からも知らない、しかもね、あの青木さんの健康の話と誘惑の話ばっかり。ここでみんなでこうスマホとかこうして喋ってる時間、めっちゃ友達の夢で笑いそうでした。みんな青木さんはその体勢も辛いからこうなっててもこう、マジで人ん家に集まってる時の終盤みたいな体勢で全員ね、そうでした、喋ってましたもんね、まさにそれでしたいい現場、いい現場、いい現場ですよ。サンタの正体親父だったな。しかも割と早い段階で。どこで？小1ぐらいで、うちはお父さんだからって言われた。しかもあの自白タイプ、うん、自白で別に疑ってもいないまだ。別にその心から信じてるわけでもないからそこまでショックでもなかったけど、そうですか、うちはこっから毎年一番円支給するからっていう話になって、自由に買って、そうそうそう、それ一番良くないですか、ね、それが一番いいと思ってる人だったでも自分の欲しいもの一番って、しかもめっちゃ高い。これね、他のラジオとかでも話したことあるんだけど、うちそこまで結構やってたのよ、ちゃんと。あのちゃんと幼稚園の頃とかクリスマスの1週間ぐらい前にあの鍵が届くの。真鍮っぽい素材の結構重たい金属製の、頭のところが星とか月になってるやつが毎年1本届いて、それを1週間なくさないで持ってたら、クリスマスの日にサンタさんが来るよっていう、めっちゃ素敵、めっちゃ今思うと最高の親父じゃんってすごいじゃないですか。あの物をなくさないようにっていうあの教えでもあるし、大事にしながら今日もなくなってないなとか、そのこの机の一番上のところに入れとこうみたいなやつを楽しみにしてて、いや結構大事にしてたね。でなんかそのタルルート君の剣とかもらってさ世代がタルルート君のその光りながらその喋るタラコさんの声で喋る剣わかるけどもらったりとかすげえ楽しかったんだけど、小1くらいのタイミングで多分もう面倒くさくなっちゃったんだよね、そのね風習が。小1か、うちはお父さんがやってますで大体の価格帯で言うと1年に1回1万円支給になりますって話をされて、そこからは普通にそのゲームソフトとか自分で買うようになった。そんななんか100ゼロのことあります？いいですね、なんか、購買をつけていきません？なんかこう、そうちょっとずつなんかやんわり、ね、鍵システムがなくなり、そうですよね、なんとなく気づいてきて小3ぐらいでなんかお互いみたいな感じになりません？小学校あったからみたいなこともあるのかもしれないけど、あるんですかね。うちの正体は割と早めに分かってしまう。早い、小1ってまだ結構信じて、まあ、とはいえあのうちはっていう言い方をされた。ああ、だからサンタはいるかもしれないけど、はい、うちはお父さんだからって話はそれだとなんか奥さん悪い子だからうちだけ来てないよみたいな感じありません？いやでもなんかそのお父さんだからって話はさ納得したね、それに関しては。それまでがすごいです、鍵とか。そうそうそう、ちゃんとしてもらったからこそ、あの納得いったのかもしれない。どうですか、ちょっといい話。いい話でした早く大ぶれのしてくださいよ頼むよ思い出せ。サンタの話ちょっと継続していいですか？なんか僕逆になんかあのサンタ、うん、なんかあの高校ぐらいまでシステムが継続してしまって気まずかったんですよね。うち妹が結構離れてて、はい、上の妹が5個下で下の妹9個下なんですよ。だから僕高3でも下の妹9歳、なるほど、8歳9歳ぐらいで、まあ、ギリギリぐらいじゃないですか、うんうんうん、なんで中学上がったぐらいでなくしていいよみたいなこと僕言ったんですけど、なんかいやちょっと悲しい言葉だな、なくしていいよ妹いるしなみたいな感じで、妹だった当時3歳とか。確かに家庭内全体でそのレギュレーション守った方がリアリティがあるもん。そうなんです、だってそのえお兄ちゃんはってなるんです絶対、おかしいじゃないですか。なんでなんかお兄ちゃんはいい子にしてなかったのまあしてもなかったと思いますけどその、まあ、一応システムとしてなんかやんわり5000円ぐらいのものを言うと買ってもらえる仕組みだったんですけど、どんどんもらえるものはリアルになってきてだって中学生が5000円で欲しいものってね、なんか、まあ、ゲームソフトとかになってくるじゃないですか、はいはい、で高校上がったらなんか普通に部活 の, あのバレー部だったんで部活のなんかアイテムとかを欲しくてなんか買ってもらったりとか
普通のな現物支給って感じだった。そうですそうです。サンタにしちゃテーピングだった時もあるんだよ。クリスマスプレゼントテーピングなのな。そうそうそう。なんかあのテーピングあの部費で買えるんですけど、はいはいはい、なんか先輩が使っちゃうから、うん、あんまなくて自分用のやつ。サンタさんくれねえかなっつって。でなんか欲しいのあるって言われてテーピング欲しいなっつって。あれクリスマスだったけどもらった気しますよ。サンタ側もさお手紙開いたらテーピングって書いてたらびっくりするよね。そうっすね。まあでもこの子が欲しいって言ってるんならって。まあ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 そうですね。なんか山ほどもらってる気がします。うん、なんかそんなことがありまして、なんか高3ぐらいまでそのなんかあのギリギリ続いてる謎の期間ありましたね。いいね。なんかそういう家ごとのそのねレギュレーションの終えるタイミングと。そこからそうですよ。あでも。私もありました。船出航遅れた。行くぞ。いつまでも船出ないから。なんかサンタさんじゃなくて、うん、歯が抜けたら、うん、あの子供の歯が抜けたら投げるとか屋根の上に投げるとか、はいはいはいね、縁の下にみたいな、うん、あるけどうちはなんか枕の下に入れとくと歯をコインに変えてくれるみたいな。何その洋風全然知らない風しろ。フィンランドのおとぎ話みたいですね。何それ。なんかだから抜けた時に枕の下に入れといて、うん、で次の日うんって起きたら100円が枕の下にじゃあめでたいこととして嬉しいことと捉えられるようになる。そうですね。おめでとうみたいな感じなんですけど、なんか手紙もいつも添えられて、うん、なんか歯の絵とか書いてあるの。とクリスマスプレゼントはサンタさんが子供の願いを聞き届けて、はい、プレゼントを届けてくれるんですか。歯は歯をコインに変えてるのは誰誰。分かんない。それは別にお父さんとかお母さんとかが普通におめでとうって言ってお小遣いでもいいわけじゃないですか。じゃなくて寝てる間に交換が行われる。なんかそうそう枕の下に入れとくといいよって最初お母さんに言われて、うん、入れといたら枕の下に100円と歯の絵が。歯の絵が。な、なんか歯の歯くんみたいな、その歯に、はいはい、歯に体ついてる。ミスターデンタルみたいなやつがね。歯くんみたいなやつと、なんかよかったねみたいなのが。じゃあ歯を歯が取りに来てる。あ、へえ。あの、あるの？びっくりしました。なんか元ネタがあるっぽい。あるんだ。なんかメキシコを含むスペイン語圏の国には子供のメキシコ由来なの。親御さんメキシコの方。違います。ゴリゴリさせぼ。ゴリゴリのさせぼ。子供の抜けた乳歯を枕の下に入れとくと、うん、ネズミの妖精がやってきて金貨と変えてくれるっていう伝承があるらしい。ネズミの妖精なんだ。吐くんじゃないですよ。吐くんじゃなかった。あ、いや。歯が歯を取りに来るの変ですもん。いやいや、そのネズミの妖精が吐くんの絵描いてくれるんだ。なるほど。はい。怖い。ハクンが馴染んじゃった。みんなが普通にハクンって言ってるな。いやでもそんなシステムで。ちょっとその差し支えなければ親御さんに聞いてみてくださいよ。なぜそれをやってたのか。確かに聞いたことなかったです。うん、でもそれもなんか村上さんと一緒で、はい、手紙の字がめちゃめちゃお母さんだったから、なんかこう触れづらいというか、うわーやったーみたいな。嬉しいっていう感じで、こうやめ時がわからない。とりあえず抜けたら入れて入れてって、うん、ハクンがお金に変えてくれるから。ハクンの手紙だ。そう、ハクンへの憧れがねえからさ、サンタさんだーはあるけど、お母さんひその文字面のハクンが出てくる。そうですね、なんかおめでとうみたいなニュアンスではあったんですけど、途中ぐらいから缶に全部歯は入れて、うん、取っとくようにしました。あ、え、歯を取っといてるんですか。はい、なんか思い出に取っといて。え、ある。いや、そんなことあります、ね、これはない気がする。みんなの歯どこやったんですか。だから縁の下してでも上してもやってない気がするな。どこに。ゴミ箱じゃないですか。ゴミ箱だっていらなくないですか。あるのかな、親が残したりするのかな。でも私はその歯くんに取られちゃうから、その歯取られちゃうから。そうだ、そうですね、コインとエクスチェンジされちゃうわけですもんね。そうです、消えちゃうから途中ぐらいから欲しいな歯と思って。やめ。なるほど。ちょい缶に入れて100円より価値出る可能性あるぞ。え、そんな取ったんか。え、やばっ、キラヨシカゲみたいじゃないですか。歯を溜めてる人、ね、そう、爪を溜めてる人、歯を溜めて。今年は4本抜けた絶好調だった。あと限界あんだよ、あれには。爪はいくらでも伸びるけど歯には限界、乳歯には限界があるんだ。限界がある。どうやったって。うわー、いい話。でも、うん、あ、でも最近ちょっと前にあの僕がやってるラジオに来たメールで、はいはいはい、あの保育所とか幼稚園とかで、まず最初にいつもの幼稚園の先生がヒゲのやつとかつけてサンタさんで登場する。で、子供はまあまあ
まあいつもの先生だなと思うんだけど、うんうん、それをかませることによって後で雇った外国人男性が来るんですって。本当の太った恰幅のいい人が、はい、そうするとガチ信じるらしいです。一回そのいつも見てる人のサンタ紛争をかました上で、そうそうそう、サンタさんだってなるんですね、みたいなことを割と最近 の, あの子供たちの間では手法として使われてるらしい。信じさせるために。12月にしろよな。1月にずっとサンタの話しか一個ずれちゃった。けどなんか今だと検索とかしちゃうんじゃないですか。あどうなんだろ う, どうなんだろう。サンタ正体とかで検索しちゃう。あやだ。なんか子供向けのあのいるよみたいな感じの出てきたりしないんですか。でもあれでしょ、あのサンタについて調べてみましたって書いてある何にも書いてないブログが引っかかっちゃう。彼氏はみたいなやつ。いやなんか出身大学はみたいな。そこはなんか子供の夢のためにあのめちゃくちゃ SEO 対策して上位に来るようにして、はい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 、いるよみたいな。調べてみた結果分かりませんでしたって書いてある。いやいや北極にいるよって。北極にいるよみたいな話で、正体の話よろしいでしょうか。ね、そうですね、お許しください。よかったですね。すごいなんか良かったですねって言いながら手叩きました。なんか正体の話でサンタさんっていうのがすごいなって思って、シンプルに今すごい青木さんすごい。褒めることによって俺の精神衛生を保ってくる。ありがとうございます。すごいなと思いました。どうする、まだ行く？あります、まだまだあるよね。あります。多分まだ引かなきゃいけないです。残ってるきっとね。小原さんが今むやみに一個ずつ触っていくから、触っていくから村上氏表情。一発で早めに一発でニコニコしてくれた村上氏が2番でした。2番でございますね。バラン、はい、お、おしゃべりな本棚リアルイベント開催決定。ビッグニュース、はい、ちゃんとビッグニュース来た。ちゃんと最後らへんにいいやつを、いいやつ来た。駆け込みで、なんとですね、おしゃべりな本棚、今もう1年半ぐらい続けてきましたね。はい、ついに初のですねリアルイベントが開催決定しました。わいわい。はい、ということで、はい、スライド出ますでしょうか。こちらです。あ、はい、こちらがですね、秋葉原の書店ブックタワーさんの9階イベントスペースにて、はい、2月25日15時から、開催ということになりました。あー、やったー。まあ、何よりも桑原さんが今と違いすぎるアーシャが気になっちゃってるけど。2の2でやめてくださいよ。2の2で誰やねんのアーシャをね、ご覧いただいておりますけど、お互い様よ。お互い様よ。俺も8年前にラジオ始めるときに初めて撮った写真だよね。この偽物の2人で。この偽おしゃべりな本棚の2人が当日会場に、あの最有機系のドラマとか漫画とかで見るあの偽三蔵一行みたいなやつ。ああ、よくある。あ、なんかその顔色悪い三蔵とあのなんかぽっちゃりしてる悟空とみたいなね。当日桑原にと青木にが会場に行って、あの子その桑原さんって思ったより大きいんだな。170センチくらいある偽物の桑原さん。いや、目紫かもしれない。画面の中紫みたい。確かに。言ってみたらね、そのそういうなんかマゾッホみたいなやつがいるかもしれないですけど。大の大冒険。そうそうそう。はい、で参加方法な、気になる参加方法なんですけど、こちらです。はい、書店ブックタワーさんにてですね、はい、本を、HA 文庫、HA ノベルス、HA コミックスの、対象商品をご購入いただきまして、応募券が、ついてきますので、そちらで応募という形になります。で、オンライン通販も可能となってますので、詳細はですね、明日上がります、書店さんのホームページをご覧いただければと思います。実質無料じゃん、イベント。あの、あんまこっち側は言わないんだよ。実質無料とか本買って応募したら当たるんでしょ。そう、すごくない？そうなんですよ。あんまこっち側は有料で当たり前みたいなこと言うと良くない。いやいや、でもこっちはそのラジオ業界イベントでどうにかその番組を継続させてるみたいな。そういうそのラジオ業界のあの数勢の話も良くない。すごい、だって読みたい本買ったら読み方がついてきて当たる可能性があるんでしょ。そうなんですよ。めっちゃいいじゃない、めっちゃいいじゃない、はい、当たるよってことで、明日からじゃん。そうなんです。応募期間がですね、1月28日から2月15日の、23時59分からということになってまして、抽選結果が2月17日に、で出ますので、こちらではちょっと結果発表ということになります。やったー。ついにだから我々がそのおしゃ本の視聴者の皆様と直接交流ができるタイミングがあると。なかったんですもんね。そうそう、これまでなかったですね。嬉しい。嬉しい。いや、だから村上氏に成功体験を与えてあげたい。あ、それはちょっとな、内心思っててほしいな。だって HG おしゃ本が好きで見に来てる人なんて桑原さんと僕はもちろんですけど、村上氏のことももう好きで言ってくれるはずだから。そうです、サインも欲しい。そう、バカすか受けますよ。受けますか。マジでマジでマジで。そのこの前提持ってイベントやったら
受けますか？確かに確かに意外とがっかりするなみたいな意外とみんなジョジョ読んでないじゃんみたいなさっきの嫌いは仕掛けの例えみたいなやつノリノリで言った結果あれみたいなスーンってなっちゃって刺さらない。なんかそう僕素人なんで一回滑ったらちょっと二度とできない可能性ある突然村上氏が静かになっちゃう。そうですね。もちろんだから当たり前のように話進めてるけど我々3人で出るわけよね、はい、そうですそうです。村上氏も含めてやったー嬉しいですね。嬉しい楽しみ。いや本当楽しみですね。はい。じゃあ基本は何内容としては、まあ、内容は、うん、あのいつものお写本を、うん、まあそのオフラインでやるぞって感じ。あなるほど。体験していただく本を聞いて形式でやろうと思ってます。じゃあ客前でストイックトークイベントだそうですねテーマ引いては喋ってだあの見せてやりましょうよ。我々がリアルイベントでも中身知らないってことそうそうそう本当に知らない。危うくこれ引かずに終わるところだったんだから今の今までリアルですね。危ねえ本当に知らないですからね。そうそうもうなんか1年半やってますけどずっと、ね、じゃなきゃバルバルの正体の話あんな転がり方しないよ。確かに偶然良い話になっただけなんだあの青木さんのトークがマジすごすぎるんであのラグなく始まってるっていう部分がね。そうそう後に続けるんですよ我々は切り込み隊長だからね。そうそうそう、はい、こんな解釈ではいかがでしょうかから始めるだから私さっきおすごいですねってなったね船丸々の正体にちゃんと行くのすごすぎ。いや船俺はずっと漕いでるぞ今日頭がいいぞ俺の喉と腰を楽させてくれるんじゃないのかずっとこうやって大木さんやっぱ無理だ船で横たまる私には無理だただ楽しい、はい、これがいつものお写本の形だから全然楽しい。これを見ていただけるという今ですね HA 文庫の公式アカウントの方で、告知が、出ました正式に、うんうんうん、そちらのホームページの方に詳細書いてますので、本買ったら応募できますので、うん、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ。さらにですね、はい、こちらちょっといいですか。お来た、はい、来ました。こちら、この間の、オリオン書房さんフェアでも、作成しましたおしゃべりな本棚ステッカー、うん、ステッカーキラキラシールです。はい、サインが当たんなかった人にも全員にシールを配っているという形でございます。そうなんです、ね。こちらもですねちょっと配布の方が、明後日ですね1月29日の月曜日以降になってしまうんですけれども、うん、明後日以降、書店さんで、この対象商品ご購入いただきますとこちらのステッカーも。川原さん川原さんちょいちょいちょい青木さん楽天カードマンみたいになってますよ。1枚ずつもらえますんでちょいちょいちょい大きい声ちょいちょいちょい大きい声で青木さんこういうの大きい声で言わないと受けないから。ちょいちょいちょい青木さん楽天カードマンみたいになってますよ私は青木さん何それ知らないけど何それ何だと思ってやってんの青木さん私は何だと思ってんの私にも突っ込んで今日霊言同士みたいになってますけどなってるかキョンシーみたいに これは なんだこれほらほらインディアンポーカーみたいになってますよ。ほらほら違う違う違う。え違う？ツッコミクイズ。ツッコミクイズ。あ、ジャガンの力を舐めるみたいになってますよ。あぶねえ。冷え序盤の冷えね。序盤の冷えみたいになってるとしたらもう全身にこれだけどね実は。あの緑色の冷え。目がいっぱいありました。100名みたいになるやつ、ね。このゲームやりましょうよ。あぶねえ。よかった。見ててよかった。悠々拍手。はい。はい。ということでね、はい、船が沈んでいきます目の前で泥が溶けるように泥が溶けるようにこれを皆さんに体験してもらうってことですね。これをね体験することもできますね目の前で見れますからね、はい、どう見てもどうにもならなさそうな下りを果敢に始めるっていう俺が悪かったし楽天のカードもやり始めたからみんなでねみんなで体験していただきましょ そうみんなで一緒に辛い思いしよう来るかなみんなその後にカタルシスが待ってるから大丈夫かな、うんうん、来てくださいよろしくお願いいたします。はいということで皆さんぜひ応募してください、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、これでノルマは終わった感じ。まだある？あの絶対読まないといけないですノルマっていうのよだって告知なんだもんこれに対して読めて嬉しいけどさノルマはい、一応ね、はい、まあ、作品も紹介したということで、はい、こんな感じじゃないでしょうか。そうですね、じゃあむやみにもう一冊だけ開いてみましょうか。おお、やるかどうか別に、やるかどうか別に一回開いて何書いてあるのかなっていう一回見るだけ見てみましょう。バン、あー、これ最後にこれ最後にこれお話す？お正月どう過ごしたか話す？ええさっきの寒かった話も俺その、千葉のドッグランで腰壊した後ぎっくり腰ってね腰がプツンってなった後5分だけ動けんの。え
あの炎症が来るまで痛みが来るまで、はい、全身に力は入らなくなるんだけど少しだけ歩けるその5分の間にスーッてこう立ち上がってスーッて歩いてドッグランの月のホテルの、 あの石柱石碑みたいなこっちがホテル、はいはいはい、こっちがドッグランみたいな、はい、そういうその絶対に捕まっても動かない石柱に抱きつくっていう作業までしたでこの状態であのホテルの従業員さんにすいませんいいですか今ちょっと私あのぎっくり腰をやりましてここまではあの安全のために動けたんですけども僕はこれから一歩も動けなくなりますって言ってでそのまま千葉 の、 あの山奥でどん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 1月の4日とかですよ気温も下がっていって、はい、一番寒い一番寒かった、はい、犬がなぜ飼い主は動かなくなったのの顔で俺を見ている泣いちゃうよ人生で一番寒かったかもしれないあの日犬のその顔だけは見たくない悲しいよ悲しいあれ以降救急車を見るたびに犬がちょっと飼い主に乗ってるかもって顔するんだからそんなの耐えられないまあちょっとその詳しくは長くなっちゃうんで割愛ですけれどもねいやこれを書いた人もそんな話題になるとは思ってないすごいポップな感じどう過ごしてたんねと思ったらねそれよかったこれ聞かなくて序盤で長尺でその話しなくちゃいけないかと思ったあの一応言うと年末に打ち合わせして決めたんで状況を知って書いたわけじゃないそうね正月の俺の X 見たら天敵の写真写ってんだもんなそうなんすよねビビりましたよ本当坂さんもちゃんとあの収録のタイミングとか、うん、今日会ったタイミング大丈夫ですか腰って言ってくれて、うん、全然大丈夫じゃないですよって話しかもねなんかそこからこう連打来ましたもんね、うん、いろいろねそうそうそう体ぐじゃ、まあ、来月あのイベントの時には元気いっぱいになってますのでですねいやその際暴れ回る僕を見てください2月からがそうそうそう青木さんの2024初戦中を暴れ回る俺を見てください迷惑さまざまな書籍をなぎ倒しながら暴れるオールを見てください迷惑悪役レスラーみたいに登場するからサーベルをこう加えながらいやいやいよいよ誰も来なくなっちゃうこさせないようにしてるみたいな、はい、とにかくお楽しみでございます以上かねそうっすねはいということでございましてそろそろ終わりにしましょうかあまたやってもらっちゃったそうですねそうですねのセリフがありますそれではエンディングに参りましょう参りましたはい、桑原ゆうき青木ゆうまのおしゃべりが参りましたが今参りましょうに対して、はい、どん参りました参りましたワープしてきたアットライブ、うん、終わりの時間になりましたよはいここでホビージャパンからのお知らせですはい HJ 文庫モブから始まる探索英雄譚が、うん、テレビアニメ化決定いやーだそれあちあちのニュースでしょまだほやほやでしょほやほやだと伺っておりますよ、うんうんうん主人公の高木海人は穂積雄也さん、うんうん、シルフィーは花澤香菜さんが声優を務めますということで本当、うん、出たての情報ですのでぜひアニメ公式 X をフォローして続報をお待ちください、うん、はい、さらに HJ ノベルス日本へようこそエルフさんがアニメ化企画進行中こちらも続報をお待ちくださいすごい量アニメ化するなホビージャパンそうなんですよおしゃごんでガンガン取り上げられていいですねそうなんですよ、ね、不思議と景気が良くてなぜだか、なぜだか景気が良くて、はい、こちらですね、原作小説コミックスは9巻まで発売中、うん、コミックファイヤーでコミカライズも連載中なので気になる方はチェックしてくださいこちら1話から5話まで無料公開中でございますおぜひよろしくお願いします、うん新シリーズ PV が毎月発売日にこちらのチャンネルで公開されています現在勇者殺しの花嫁の PV が縦サイズと横サイズ両方で公開されていますチャンネル登録して新刊をチェックしてみてくださいよろしくお願いしますお願いしますそして今月ピックアップしました名湯異世界の湯アラフォー温泉マニアの転生先はのんびり温泉天国でした、うん、そして勇者殺しの花嫁をよろしくお願いいたしますお願いします最新情報は概要欄とそれぞれの公式ホームページ X でチェックしてくださいねよろしくお願いいたしますイエイ X、はいはい、これはクロスアームブロックですね縦の X 久しぶりの初めの一歩で脳がうわっざわってなりました誘惑のはずだったのにさっきやばいやばい思い出せアニメ3期まで全部見終わったんですか見させていただきました4期いつまでも待っています本当なんかロスがすごくて次何見たらいいんだって思いましたね2024年に初めの一歩ロスのやついないんです初めの一歩ロスからの誘惑ってことですもんねそうですねその傷跡を埋めるかのような次のものを探そうと思いましてとても幸せでしたなんで平成初期にずっといるんですか全然いいけどこっちは楽しいいや図らずしもお二人といろんなトークができて嬉しいです、うんうんうんね、現場でもそうそうイベントでもできるといいねこの辺の話皆さんも知ってたらいいなと思う、ね、その日の初戦さんの誘惑の売り上げがぐっと伸びるかもしれない買ってく19巻セットで買っていく人も多いかもしれない
ということでございまして、この番組はアーカイブに加えてなんと公式の切り抜き動画やショート動画もこのチャンネル内でアップしております。こちらも要チェックですよ。はい、あれですね、あの桑原さんが修学旅行かなんかで、はい、羊の毛刈りの話、そうだ、ハエがすごかったって話どこが切り取れるって何なんだよその羊の毛刈りを生で見たら思ったよりハエが多かったって話をわざわざ切り抜いたんですよね。いや、やっぱちょっと面白かったっすから、ね、あれ確かに俺も見たけどよかった、ね、なぜか面白かった。そうですね、しかもか、ね、一回ポイントが来た後にもう一回来ますもんね。そうそうそう、俺が動物園で汚い豚を見た話繋がってなってるから、そうそうそう、合わせてお楽しみください。合わせて、はいはい、ということでございまして、感想とかあるかな、どうだろうね。いや結構皆さんのイベント嬉しいっておっしゃっていただいてますね、うん、ありがたい。よかった、会いたいですよ、はい、そうそうそう、結構あれですかね、なんかアットホームな感じになりそうですかね。どういうこと、なんかみんなでこう意見を交わし合う討論会みんなで意見を交わし合うのは討論会、なんか結構声出していい感じになってきたから。あ、なるほど、確かにテーマトーク引いた上でどうすか皆さんって引いて我こそはってやつにはエピソードトークしてもらって絶対来なくなっちゃうそんなソリッドな企画ありますね。どんどん応募者が減っていく来て来て、そんなことしないから来て、書店さんで全然書籍の売り上げが伸びてるのに応募はがき全然来ないみたいななんかどうもあそこイベント行くとしんどい思いしそうなんだよなマイクを向けることはありませんから安心してね、まるまるの正体どう思いますか私だったら絶対行かない嫌なイベントになっちゃう、やだやだ、そんな怖いことね、怖いことね、ただそのアットホームな感じでやりたくはありますよね、せっかくですよね。そうですね、皆さんと目線を合わせながら喋、うんうん、るみたいな感じにしたいですね。そうそうそう、せっかくなら桑原チームは大きいチームに分かれて対抗戦とかしましょう。エピソードトーク王決定戦やだってそのお客さんのアプリで投票するせいやきつすぎるいっぱいメモしていかないと最近あったことネタ帳を作ってきてもらってね、ネタ帳作んないと、うんうん、我々の気持ちを体験してみようと。いやすぎる、いやすぎるまあとにかくぜひぜひお越しくださいね、イベントの開催ありますので、よろしくお願いします、はいはい、ということでございまして、改めてですね、それらのですねイベントに向けての感想なんかはですねこちらでお願いいたします。誰だっけ、おしゃことおしゃみでしたかね。あ、そうだ、そうですね、でしたかね、だ失礼だわこの人隣にずっと座ってたのに。どうでしたか今日は、聞きたい感想、イベントに来たいと。あ、マジですか、おしゃこさん、おしゃみさん、双子特有のねエピソードトークもあるでしょうしね。それはないと。ないんだないんすね、作っといた方がいいですよ絶対、双子で稼働してるんだから。ドクターハイニヒさんはそういうのやらないって言ってましたけどね双子ネタも女性漫才師ネタもやらないって。あれ、どうしました、急に声が聞こえなくて魔女宅みたいな話ジジイが喋らなくなっちゃったみたいな、ね、じゃあ桑原さん側になんか変化がありますわ絶対。なあ、何か宿してるんだ。そう、大人になっちゃったんだと思う今桑原さんが。聞こえなくなっちゃった、ただのフリップになっちゃった、ただのフリップになっちゃった、悲しいただの板になっちゃった。いつものやつをお楽しみください、いつもので我慢してくださいただ皆さんが純粋な子供の心を取り戻したらきっとまたおしゃことおしゃみが現れるでしょってこと俺たち一回もそいつらの声聞いてないんですよ桑原さんが言ってるだけで一人で勝手にいつかねまた聞こえる日が来ること、そうですね、イベントで会えるかも、はい、また来てくださいね悲しいエンディング、たまにあるような、なんか主人公が力失っちゃって日常に戻っていくエンド、あれみたいな回でした、1月はね、ビターズエンド、ほろ苦いエンディングでございますけれども、ということでございましてですね、次に会うときはみんな元気で笑顔で会いましょう、しみるなはい、ということでございまして、お別れでございます。あ、お相手は桑原ゆうきと青木優馬とホビージャパン村上でした、ありがとうございました、バイバイ、今年もよろしく、バイバイ、よろしく。